ですね。カニジャマそのままみたいなね。未知数な4人の味覚レベルはいかに？どうぞ。じゃん。あ、うわ、うわ、あ、分かれた。あっと。これは小池自信ある。はい、結構ソースの味がしたので、たこ焼きかなと思いました。最初にもうソースがふわってきて、ソースといえばたこ焼きかなって。確かにね。うわ、絶対合ってる。かりんちゃんもたこ焼き。ソースの味が結構した気がしました。そんな中、たこ焼きか照り焼きだと思ったんですよ。ずるいですね、それ。絶対どっちかだと思って、で、なくなった時にふわって変わったのが照り焼きだったんですよ。なんか照り焼きの、それこそ本当照り焼きもソースついてるじゃないですか。あ、そうですね。だからそっちかなと思って、自分の1個目の感を信じました。なるほど、割れましたけどね。ということで、正解を発表いたします。正解はこちら、照り焼きバーガーということで、見事カニが、ほら、すごい正解。バカテリヤキです。これは田村気持ちいいね。もう本当にこれですよ。さっきまで自信なさそうだったけど、そう、井上さん、え、何でしたっけ、なんかたこ焼きのソースがふわっと変わった全員言ってましたね、ソースのことね。